つくばセンタービルは、茨城県つくば市あずま一丁目にあるビルである。つくば研究学園都市センター地区の中核施設で、同都市のランドマークとなっている。建築家、磯崎真の代表作であり、日本のポストモダン建築の代表的な作品とされる。住宅、都市整備公団により、新井張郡桜村大技花室あ千上前0三百六十四番違い十一月一日より、 桜村あずま一丁目1364番地1。現在は、つくば市あずま一丁目10番地1に建設されたビルで、ある。1980年6月に着工。1983年6月に竣工し、同月10日にオープンした。ホテル、コンサートホール、商店街、広場などからなる複合施設で、つくば研究学園都市の中核をなす。 イソザキの得意とする幾何学的なデザインを多用する、他ポストモダンの特徴である、歴史引用を行い、引用や象徴を散りばめたマニエリスム的な作品である。ローマのカンピドリオ広場を反転した広場があり、カンピドリオ広場は丘を登った場所にあり、中心に銅像が立っているのに対し、つくばセンタービルでは、広場が低い位置にあり中心は噴水である。 竣工当時、廃墟化したつくばセンタービルのパース図が公表されたことも話題になった。磯崎は本作の竣工後、一時的なスランプに陥ったという。つくばセンターの略、TC の文字を異書化したものが最も高い方のビル上部に描かれている。1990年に別館が竣工した。当ビル完成当初の一時期は、つくばセンタービルを名乗るバス停留所が存在した。 広場では、東映のスーパー戦隊シリーズや、平成仮面ライダーシリーズ、その他、テレビドラマなどの撮影が行われている。ABCDEFGH、筑波建築フォートファイル筑波建築研究会編、筑波建築研究会、2005年12月20日、310から311ページ。ISBN4 から990万2731から0から9。 A.B. 平松強し、磯崎真の都庁、戦後日本最大のコンペ文芸春秋、東京、2008年、全国書誌番号21 2,、2144万2961、ISBN9 兆7841億6370万2902、掲載の筑波センタービル廃墟、筑波センター広場に関するカテゴリー、ありがとうございます。